パールク・クリトゥールイ駅は、モスクワ地下鉄5号線環状線の駅。パールク・クリトゥールイとは、文化公園の井で、近くに、合力記年文化公園があることから名付けられた。環状線のパールク・クリトゥールイ駅は、サコーリニチェスカや線ともつながっており、そのため環状線の駅の方を、サコーリニチェスカや線の駅と区別するために、パールク・クリトゥールイ、環状線駅と呼ぶこともある。 環状線は、名前の通り環状線であるため運行上の始発駅、終着駅はないが、1950年の開業から1954年の全線開通までの間は、パールククリトゥールイ駅が始発駅であったため、今でもパールククリトゥールイ駅は、環状線の支点とされる。駅の出入り口は、コムソモールスキー通りとド藤場や環状道路の交差点にある。 クリムスキー橋の麓に位置し、近くには、ゴーリキー記念文化公園がある。1950年1月1日、環状線の開通とともに、パールク・クリトゥール・イーメニゴーリコボ駅として開業。1954年3月14日には、ベラルースカヤ駅から路線が接続され、環状線は、名前の通り環状線となった。1980年に現役名に改称。 駅の内装は1950年代のスターリン様式によるもので古代イギリシャのスポーツを連想するものとなっている。グルジアから直接取ってきた灰色の大理石に覆われた支柱が並び、カーペットを模した床は黒と灰色の見影石でできている。また壁は白の大理石とラブラドル長石でできている。26あるレリーフにはソ連の青少年が スポーツやレジャーに取り組む様子が描かれている。白い丸天井には複雑な木何模様が描かれており、頂上部分からは六角形のシャンデリアが吊るされている。駅の端には大きな大理石の壁があり、マクシムゴーリッキーの横顔が浮き彫りにされている。もともとこの駅はパールククリとゥルイい目にゴーリコボ駅と呼ばれていたが、1980年のモスクワオリンピックの際には、 英語やフランス語でも何度も呼ばれるようになったことから、パールククリトゥール駅と縮められて呼ばれるようになり、その後もこの短縮型が残ることになった。本来の長い駅名はゴーリキーのレリーフの下に刻まれている。ありがとうございます。